今日のゲームはすごく難しいゲームで、監督から帰って監督が辞任されて、で最初のゲーム、しかも1日しかなかった中で、やっぱり選手は切り替えてやろうということをチームに言ったんですけど、前半見てるとメンタル的にやっぱり引きずってる選手も何人かいました。でまたこの暑さもあって前半はやろうとしたサッカーはできなかった。ただその中でも選手は全力を尽くしてやってました。で後半に入ってはかなり動きが出てきたかなという印象です。一汗かいたのか二汗かいたのか分かんないので少しは良くなりました。でこのやっぱり勝ちをきっかけにして次の J2 その意味でチーム、選手、チーム、クラブが一つになって頑張っていきたいなと思っています。以上でございます。はい、ありがとうございます。それでは皆さんからご質問をお受けいたします。所属と名前を。まずそれでちょっと吹っ切れたのかなと、メンタル的に。そこで、もう一回プレッシャーの形で戦えるんじゃないかなと。今日ちょっとミスが多かったんですけど、パスミスとか、本当にイージーなミスが入ったけど、普段はあんまりミスないんだけど、そういうところを修正するということと、やっぱり点取るということですよね。アタッキングサードに入って、どれだけその変化を出せるかということを、みんなで。よろしいでしょうか。はい、フリーランスと後半から中島翔也選手デビューなさってきましたけど、どのあたりを期待してもらったのでしょうか。まず運動量が少なかったので彼を入れました。で彼は実はずっとサテライトで若手を見ている中で、一人一倍努力をするやつで、メンタル的にも非常に強い。でこういうゲームで一倍入れても必ずいつもの努力してるので、彼を入れると本当にチームのもっと活性化すればいいなというので彼を入れました。実際入ってくると彼期待感というのはどうでした。非常に良かったと思います。まだまだだけど、ボール取られる回数も少なかったし、彼のところがスイッチになってみんなが動き始めたので、まだまだ課題は多いんですけど、だからまだまだ成長して選手を成長してるんだと思います。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいですか。はい、どうぞ。監督変わられたあと10試合になりましたけど、今までの戦い方、残り少ない試合数の中で今までの戦い方を継承していくのか、それとも戦い方を一つの優先に変えていくのか、そのあたりどうですか。基本的には今までのやっぱり哲さんが2年半かけて作った土台を作ったチームですので、良かった時期もあるんですよね。すごくいいサッカーしてた時期があって、なんとかそこを戻り、さらに進化させたい、もっと点が取れるようにしたいと、特別なサッカーをガラッと変えるようなことは一切考えていません。点を取れるようなサッカーを。はい、その他、いらっしゃればあと一人、いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、無事に、記者会見を終わります。どうもありがとうございました。